はい、皆さんこんにちは、マグラレットです。本日崩壊スターレールバージョン 2.2 の情報が一気に公開されました。ピノコニ編がついにクライマックスを迎えるという激アツバージョンとなっております。ストーリーが気になるのはもちろんなんですが、新キャラやガチャ、そしてシステム情報など大量に公開されましたので、特に熱い部分をまとめて紹介していきます。皆さんと一緒に楽しみながら振り返っていければ幸いです。では行きましょう。はい、新情報1つ目は、調和の運命を歩む物理属性の星5キャラクターロビン実装です。限定調和3人目来ましたね、まあ、ここまでね、ルアンメイ花火というちょっととんでもないライバルたちが実装されていますので、ロビンの性能大注目です。ただ公式生放送を聞いてる感じはめっちゃ強そう。性能相当山盛りでしたので、まあ、順番に見ていきましょう。まずヒギですが、こんなに周囲の敵を魅了することができまして、ついてくるけど殴ってこないみたいな、状態を作れます。このヒギもかなり特徴的ですね。ただやっぱり紹介していきたいのは戦闘スキル、飛翔のアリア。こちらを使用することで味方全員の余ダメージをアップすることができます。ルアンメイの戦闘スキルとかなり似ていますので、バフ量に注目です。さらに添付能力で味方が攻撃を行った後、ロビンの EP が回復するようですね。必殺技が結構回しやすそうなキャラクターです。そして必殺技、これがねすごいですよ。必殺技を使用するとロビンがコンサート状態に入り、他の味方全員を即座に行動させます。全員ってヤバくない？ブローニャの戦闘スキルの全員バージョンですから、なんかうまいこと速度調整できたら実質追加ターンみたいな、そういう運用もできそうですよね。さらに必殺技が発動している間、味方が攻撃をするたびにその敵にロビンがダメージを与えるということでした。味方をバンバン行動させて、ロビン自身でもダメージを出していけるということで、調和キャラクターの中でも攻撃性能に長けているという印象です。また行動制限系デバフに抵抗できるという説明もありました。まあ、デバフ抵抗をね、調和キャラが持ってるのってめちゃくちゃ嬉しいですね。耐久枠の負担が減るのでありがたいです。そんなわけでパーティー全体で火力を出していくキャラという感じですかね。限定調和は誰引くか悩ましいんですが、じっくり考えていきましょう。はい、続いての情報は、純種の運命を歩む物理属性の星5キャラクターブートヒル実装です。まだ電話越しでしか登場していない謎多きキャラクターなんですが、性能かなり面白そうです。演出も面白いキャラクターなので、ぜひ聞いていってください。ブートヒルは戦闘スキルを使うことで指定した敵単体と決闘を行います。ガンマンらしい能力なんですが、決闘中は敵を挑発しながら自身の通常攻撃を強化することが可能です。純種なのに敵を挑発するっていうの面白いですよね。さらにこの間、双方が受けるダメージがアップします。ブートヒルの火力も上がりますが、敵から受ける火力も上がってしまうというハイリスクハイリターンな能力です。ただ味方が決闘中の敵を倒したり弱点撃破に成功すると、ブートヒルはどんどんバフを獲得していくということですね。まあ、敵を倒せば倒すほど強くなる純種らしい能力も持っています。でこっからもやばいんですが、このキャラクター必殺技によって敵に物理属性の弱点を付与することができます。ずるくない？敵を強制的に物理弱点にする物理アタッカーですから、どの場面でも出せちゃいそうですよね。ちょっとこれやりすぎなんじゃないかっていう不安になるぐらい優秀な能力持ってますね。まあ、物理パーティーとかで使う分にもいいですから、これ聞いて一気に欲しくなっちゃいました。でしかも必殺技だけじゃないんですよ。ヒギを使って戦闘を開始し、最初に使う戦闘スキルでも敵に物理弱点を付与することができます。なので立ち上がりも安定する物理アタッカーです。いや、決闘といい弱点付与といい面白い要素が多すぎますね。これは続報も楽しみです。そしてこの2人が手に入るガチャ情報気になりますよね。続いて見ていきましょう。まずバージョン 2.2 前半ではロビン実装、さらにトパーズが復刻となります。いや、どっちも熱い。まあ、ロビン気になるのはもちろんなんですが、トパーズがね、実装からどん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 評価が上がって、まあ、アベンチュリンとの相性も超いいですから、今欲しいという方も多いんじゃないでしょうか。まあ、ちょっとね、検討しておいてください。で、公園水ガチャはこんな感じ。注目してほしいのが、星4公園水に新しいものが入っていますね。っていうか星4公園水のラインナップめっちゃいいな。全部当たりですね。で、この新公園水が終わりなき舞踏というもので、虚無の公園水となっていますね。で、次に後半ガチャ、ブートヒル実装、さらに復元復刻。 2.2 のガチャえぐいな。復元もね、欲しい方多いんじゃないでしょうか。まあ、耐久枠としては大安定のキャラクターですし、味方全体の会心率バフもあるし、でもブートヒルもね、今回でめっちゃ気になってるし、でしかもこの後にはホタル実装が控えてますからね、バージョン 2.3 で。これはもう何も言えません。もう皆さんの好みで本当に好きなキャラね、決めて、計画立てていってほしいです。
もちろんこちらもブートヒルモチーフと復元モチーフの復刻です。はい、そして新情報4つ目、開拓クエスト更新です。もう待ち遠しい、マジでストーリーやった方みんなそうだと思うんですが、もうとにかく早くストーリーやりたいですよね。で、しかもですよ、今回のバージョン 2.2 でピノコニー編はクライマックス、まあ、一旦ですね、ここで完結となりますので、今までの謎や伏線、あのキャラがどうなるのかっていうのも全部明かされるんじゃないでしょうか。ただのね、僕の感想なんですが、ピノコニー編が一番楽しい、面白いですし、まあ、キャラクターも魅力的なキャラばかりなので、もうほんと楽しみです。っていうか PV のここでまさかの陰月とね、経験出てるんですよ。これどういうことなんだろう。まあ、今炭鉱ね、お留守番中ですから、援軍を呼んできてくれるみたいな、まあ、それともね、花火がバカしてるみたいな可能性もあるのかな。どうなんですかね。そしてもう一個気になるのが、開拓者に新たな運命が追加されるのかどうか。 X とかでもかなり話題になっていましたが、気になりますよね。まあ、ベロブルグ編では孫悟主人公が解放されましたが、先週ラフでは特になし。巡視とかね、北条とかワンチャンあると思ったんですが、なくて、今回どうなるかですよ。まあでもね、キービジュアルとか PV とかでもこの帽子をかぶっている開拓者というのがかなり強調されていますので、意味深ではありますよね。主人公の運命変わるのマジで熱いから、お願いします、今回も見たい。で、こっからはボスに関する情報を見ていきます。まあ、毎回ちょっとね、この部分がネタバレになってしまうところもあるので、見たくない方もいると思います。そういう場合には下のね、シークバーにあのチャプター分けされていますので、次のチャプターまで飛ばしてみてください。では歴戦要員に追加される新たなボス、ディエスドミニを紹介していきます。もう見るからに RPG のボスっていう感じでワクワクしますね。第1形態、第2形態では召喚物を一斉に攻撃させるという動きをしてくるみたいです。まあ、指揮者みたいなイメージですよね。で、これをそのまま食らってしまうと、まあ、おそらくね、とんでもないダメージを受けるということだと思います。対抗策としては DS ドミニ自身を弱点撃破するか、あるいは召喚物を倒したり弱点撃破することで動きを止めることができるらしいので、まあ作戦としては本体だけをひたすら狙って弱点撃破するか、あるいは召喚物を倒しながら安全に戦うかっていう感じになりそうです。そしてこいつ第3形態もあります。まあなんか本当にね、 RPG で出てくる神みたいなそういう見た目ですよね。スターレイルのラスボスって言われても納得しちゃいそう。で、こいつ厄介なのが防御無視の大ダメージを放ってくるということでしたので、 HP をなるべく保つっていうのは意識していきたいです。そしてこのボスは今後歴戦要員に追加され、バージョン 2.2 の新キャラクターブートヒルの育成素材を落とします。なので、ブートヒルを育成する予定の方は、まあ、必ずね、挑戦しておきましょう。ちなみにロビンはスキャラカバズの素材を使うようなので、今のうちに集めておけば安心です。ではここからバージョン 2.2 で開催されるイベント、さらにイベ配布情報です。一番大きなイベントがこちら、映画監督になるというものです。まあなぜかね、クラークフィルムランドにでっかい穴が開いてしまっていますので、これを直すために、修繕費を稼ぐために監督になるという流れです。イメージ的には博物館経営イベントに近いのかなと思いましたが、まあ、イベント内容もちろんね、重要なんですけど、一番大事なのはこれですよ。配布公演水、明日のための旅を、このイベントをプレイすることで入手できます。今までと同じ流れであれば貫突まで行けると思いますが、こちらは調和の公演水ですね。で、このゲームの配布公演水って基本的にそのバージョンで実装される新キャラクターと相性がいいことが多い。てか今までは全部そうですね。まあ、なのでロビンにとって相性のいい公演水になるんじゃないかと予想されます。で、しかも配布公演水強いっすからね。初めてのクエストの前にもそうだし、あの北条の公演水もめっちゃ強かったので、これは絶対、イベントね、プレイしていきたいです。またブートヒルに関するすべてという謎イベントも開催されます。まあ謎ではないんですが、このキャラクターいろんなところで好き放題やりすぎて指名手配されているらしいですね。まあそんなブートヒルがどんなキャラなのかっていうのを、このイベントをプレイすることで、まあ、理解していけるのかなと思います。カーボーイなのに指名手配されてるの面白いですよね。で、バージョン 2.2 でもやっぱりあります、10連配布。なんかもう当たり前みたいになっちゃってますが、すごいことですからね。限定ガチャチケ10連毎回配布してるのは本当ありがたい。まあその分キャラ追加も多いので、じっくりね、誰引くか考えていきましょう。そして今バージョンもシステム改善があります。すごいですね、ずっとシステム改善してくれてる。今回はですね、パーティー編成の UI の変更かな。まあ、今って目当てのパーティー見つけるまでに結構スクロールしなきゃいけなかったりってのあるんですが、今後一覧でより詳細なパーティー情報がずらっと見れるようになりますので、まあ、好きなパーティーにアクセスしやすくなりますね。
さらにキャラクターお気に入り機能が追加されます。星のマークをつけたキャラクターは一覧画面を開いた時に上の方に表示されるようになります。これは神ですね。まあ、今ならまだなんとかなってるんですが、よりキャラが増えてきた時にね、パーティーを組むのが大変になってくると思うので、まあ、この機能あれば自分がよく使うキャラを上の方に出して、まあ、ささっとパーティー組めるようになると思います。他にもフレンド関連の更新もあったんですが、個人的に特にね嬉しかったのはこの2つです。はい、というわけで今回は以上です。いや、最近のスターレール本当にすごいし熱い。新キャラがまた魅力的ですし、ストーリーも気になるでしょ。アップデートも充実していて、でバージョン 2.3 にはホタルが来ますから、はい、もうずっと目が離せません。バージョン 2.2 もその後も崩壊スターレールのキャラクター解説などを中心に動画を投稿していきますので、一緒に楽しんでくれる方よければチャンネル登録よろしくお願いします。していただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。でもしねこの動画良かったと思ってくれたら高評価もよろしくお願いします。では皆さんありがとうございました。今後も崩壊される一緒に楽しんでいきたいです。それでは。